本のラズリ対韓国のポーカーフェイスです。グッドラックハオファン、お願いします。ラズリ構成変わらずだね。もうアナジュのメイ、さあ転がキドゥンが、あっもう新芽続行。ただこのボールがね、どう止めるか。上からチョイスマン、さあこれに対応するように、さあエリアを広げていきたいラズリではありますが、挟み込んでいくように、まずはチョイスマン、うまいスライドしていきます。やばい、囲み方がえぐい。一番のファーラーのスパムが通ってますね。ダメージ量が尋常ではない。さあラズリー少し苦しい状況。さあチョイセワン、ちょっと当てすぎか。さあテレポートから一気にポイントに干渉してきます。さあここはうまくよく耐えてるな。ポイント前流れ止めますね。ヒールの回し方うまいな。うまくできているかというところです。さあ前線ではレオノプテリクス、ラマトラで周囲アグレッシブだね。やばい、止める術はラズリーにはないので、直撃でかすぎ。それ追い込まれてるラズリー、ここをしのげるか。まずはベロスリーやファーストブラスト、さあごめんのチョイスファンというところ。お強い、倒してる。がなんとかよく倒したな。すでに状況苦しい。さあしかしラズリーがポイントを取れているというところで、負けウェーブではありますが、ある程度パーセンテージ進行はできるか。時間を稼げてますね。かなり稼いでますね。さあここでもう限界を迎えたかというところで、時間稼ぎは終了。まあこっからです。 34% でポイントを明け渡していきます。さあポイントも粘れた上に、ラズリとしてはアルティメットのビルディングもできましたが、もうたまりましたね。取り返しで気をつけなければいけないのが、やはりこのチョイスファンのバレッジですよね。うわー狙ってるぞパルス、出口の部分のバレッジ。おお、気をつけなければいけません。まず怖すぎ。パルスで挨拶。さあテレポートで準備はできたか。さあフェイクのような形でね、はい、ロングプテリクスだけを、あーシンプルが強い。さあフェイクからの進行、まずはシンプルワンピック。さあこれはオービタルレードの進行でもありましたが、ラズリー人数状況は不利。さあフォトンバリアを用いての応戦というところ、しかしながらここを貫いていくポーカーフェイスの刃。さあここはラズリーのアルティメット2枚運用の仕掛けを、もうアルティメットなしで、そうですね、パルスのみで、うん、はい、しのぎ切りましたね。そのパルスボムもう70ハマりますからね。キャスディ、ハマっていますね。さあ最初の仕掛けの部分でパルスは使いましたが、今日これどうやって出るかだよね。ボール、さすがにこの取り返しでテレポーターなくなっちゃったから、生まれるっていうことがあって、前どうやって出るかだな。ネトラからキャスディに変更してますね。さあネイビス、ここフリーズガードでまずは道を切り開きます。さあベロスレが放っているが、ただ火力がダメージは届かない。さあヒルンにナノブーストを回して。さあこのキャスディ、ヒルンがどこまで火力を出し切るか。うわ惜しい、ヒルン。さあ状況が惜しいのはお互いに同じではありますが、サポーカーフェイス、サポートライン2アルティメットを用いての応戦。ベロスリーアップライドとキルをされて、うま、丁寧だな。オービタの例による仕掛けによってラズリーをさらにいなしていきます。いやここバレッジもうまいな、超丁寧、はい。さあパーセンテージ的にはもうここを取り切れば盤石だろうという考えでしょうか。さあ追い詰められたラズリー、いやこれポイント踏めればアナイレーションありますが、ポイントを踏むのが厳しい。踏む役のヒドゥンがかなりマークされてますが、なんとかされましたね。なんとかこじ開けた。でかすぎ。開いたのはヒドゥン。さあ続けるか。さあこれはうまくアナイアレーションでこじ開けていく構えです。いやただこのリソース消すかなり、ね、周囲も倒して、ただフィクサーも倒して、お互いのトレーサーが落ちていく中、4対4。さあ状況的にはお互いイーブンではありますが、熱いポイント取ったの。さあしかしこのポイント作目がブリになってる、気づけば。さあこれに対して荒垣さんがそれほど多くない。さあチョイスファンのスピック、外周から火力を押し通して、さあこのチョイスファンが止まらない。いやちょ、うまいなファラ、勉強になります。ラズリーを一周していくか。さあ最後はなんとかヒドゥンがポイントに干渉してはいますが、さあ遠くの方ではオビタルレイ、さあオビタルレイ使ってますが、ここ入ったところには、この耐え方熱。さあここは地雷限度化している、あまりにも時間、そして上からはバルチ。さあ苦しい状況、いやこれきついか。ラズリーがリレーをつなげてはいるが、ここで盤石。まあ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 、それでは見てまいりましょう。セカンドラウンドです。さあ一気に転がり込んでいくベロスリア、ポーカーフェイスは先ほどのマップ。おお、ジャンクラットだ、来ましたね。ヒルンジャンクラ、やはりこのコントロールセンターではかなり来た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 、ジャンクラット。さあしかしここは一気に作目が解けた。これはトレーサーだけじゃなくて、瞬きしたら作目が解けてる。そうですね、して、はい、お供にブリヒッテを引き連れて、作目に対するフォーカスが入ったか。しかし1キル返しています、ラズリー。
これは救えないな。取り残されてるので、この分状況的には苦しいか。その取り残された浮いているネイビスをベロフレアが仕留めて、さあ状況はポーカーフェイス側に少し傾いたファーストウェブでした。いやこれポーカーフェイスとしてもちょっとラズルのやりたいことを先読みしてるような立ち上がりを見せてますね、うん、先ほどからネイビスベンチャーとしてもたまらずいけるのか。変えていきます。昨面振り切ってさあ重ねてネイビスの攻撃、ヒルン、まずはヒルンのワンピック。さあなんとかこのうるさいファラーを仕留めたか。さあこれであればさあ状況的には押せるタイミングです。かなり安全にポイントに流れられますね。さあ火力の部分で、しかしここはシンプルがネイビスを仕留めて、さあラブリとしても少し押し込むところですが、ヒルン1キル返して、さあこれであればまだまだラズリーが押せる時間帯。さあ前線ではこのキャスリーヒルンが踏ん張っていく中、ポイント取り返しに成功したのがラズリー。さらにオービタルレイもある、ありますね。お互いのオービタルレイ、これはおそらく交換のような構えになるでしょうか。どう仕掛ける、まずはシンプルオービタルレイ返す方が周囲もオービタルレイ返していきます。落としきた、まずはレオの熱いよ、ワンキル取り切って、さあたまらずフィクサーもラリーを返していきます。さあこれに対してどうする、チョイスはまだワンピック、ヒルンもたまらずデッドワイルドに熱いではありますが、さあここは周囲がベロスリーを取り切って、いやレオンさん前線抑えてるのマジで熱い。これ抜きつ抜かれつのシーソーゲームではありますが、ラズリンどうにか防衛成功。いやこれポーカーフェイスのサポートシーン2つ使ったやばい、リスガリが周囲のオビタルレイだけで返せましたね。返せましたね、あぶねえ。となると昨面もラリーがめっちゃ HP 見り、これランページありますから。さあ日本のステージでは幾度となくチームの窮地を作ってきたこのレオノプテリクス、ランページどこで差し切るか。しかしここはベロスリア、マインフィールドにヒルンを巻き込んで、さあ上からはチョイスパン、サグメン、ゼロ距離バレッジではありましたが、ここはネイビスのカバーキル。しかしポイント管理できてるの熱すぎるな。ただプラウドがその間破壊しとる。トリプルキルで締め、いやポイントに巻かれたマインフィールドがかなり厄介な位置に落ちてましたね。ですね、はい、ランページ発揮王にもマインフィールドの中にね、ポーカーフェイスの面々いたので、かなり吐きにくい状況を作らされてましたね、まあ、突っ込んでいくわけにもというところで、さあここはカラクもポーカーフェイス取り切って、さあしかしながらラズリー先ほど温存したランページがあります。しかしここはフィクサー、おっと重ねてのチョイスはシンプルとキルが先んじて繋がっていく。ここでもポーカーフェイス早仕掛けで、うまっ、エイムが綺麗。いやーやはりこうポーカーフェイスバラバラに立ち位置取ってるので、少しラズリとしてもね、まあ、まとまってポイントまで流れたいんですけども、なかなかそのファーストステップを刻みませんね。さあこの早い韓国の仕掛けに対して、さあ日本のラズリどう対応する。間もなくオーバータイムを迎えようとしています。さあ一度取り返せれば十分に勝機はある。ここをどう取り切るか、まずはネイビス、テクトニックショック。さあここに対してはサイドからですが、睨みを利かして、さあネイビス、ここはフィクスを捉えた。いやどうだ、マイン早くね、回収して4対4、お互いサポート1枚打ち、やばいやばい、ヒルンがやばい、これはきつい。このマインフィールドが敷かれたフィールド前にラズリとしてもランページを切るタイミングが見つからない。さあここは苦しい状況、ランページ一戦ではありますが、さあしかしこれはキラの下は捉えきれないか。プラグなんとか取り切って1キル回収してはいる。うわきついか、さあ満身うわーオービタルエグいなこれ。まあ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 、それではラズリオ半蔵ルールクラッシュから半蔵花岡です。ヒドゥンは半蔵だ、生半蔵行きましたね。ジャスミンオリーサなんか何が起きてるこれ今。さあこのヒドゥン半蔵、半蔵もねアップデートでね250体ワンパンできるようになりましたからね。そうですね、しかもこの花岡は地元みたいなもんですよ。はい、庭ですよ庭。庭を舞台にさあサイドからうわなんかさあこのセミアフランクうま。しかしレオナプテリクスまずはファーストブラッド。そうですね、本体はうまくタイミング完璧。これはファラの、いやただこれうわ痛すぎ痛すぎ痛すぎ。さあ凄まじい火力、やはりこのチョイスファンをどうにかしなければラズリに勝つのは開けないか。最初のキルトレードの部分では五分と五分ではあった。さあしかしながら最後の最後はこのファラの部分が明暗を分けていきました。まずは最初の拠点 C ポイントをポーカーフェイス取得していきます。
ラズリとしてもね、最初のファーストアクションでしっかりカルのブリギって落とすことができたんですけども、次アビリティが上がるまでのクールタイムの時間を、チョイセワンがしっかり横から差し切りましたね、うん、さあそこの部分で一歩リードしていったのはラ・オーカフェス。ここに対してラズリはどう抗っていくか。さあポイントオープン。さあ前線ではジャスミンブンブンと槍を振り回しサイドからチョイスワン。さあ少しこのファラに対してのプレッシャーをかけていく中ではありますが、まずはプライドファーストラット、そしてお互いのオービタルレイ、柱が交錯して見えづらいデッドアイ。ジャスミンは最後はバッチ。さあブリザードでラズリーも抗っていこうという構えでしたが、さあこのアルティメットの質量の部分ちょっと強いか、オーバースが上回っていきました。これにて B 拠点もダッシュ、ちょっと強くない？なんか凍っていましたが、これ3分コースじゃないよね。そこに釣られたような形で周りが頼むぞダメージを出し切っていましたよね。ヒール01、はい、ラリーで破壊しろ、キャスリーしかり共存、お前がいるんだからむしろバイトだったかいけるよな。さあこれで2ポイント取得、最終拠点 A に進んでいきます。さあここはデガヒでも守りきらなければいけない。ラズリー有利なフィールドです。リスポーン前でのうわアナイアレーション来て、やばい、いけるプラで、うわなんでそれ逃げれる、孤立したキャスディをうまく捕まえました。なんでそれ逃げれる、どういうこと、カバーしてる、ここはカバーキルサポートなんでそれ逃げれんの。カルシンプルのダブルキル。さあ苦しいのはラズリー。さあ割れるか、3分の1は取られた、3分の1、そして間もなくやばいやばいやばい。さあここからボブが割ってくる、干渉して、さあヒレン、このボブを、ボブがいれば大丈夫、エリア内にボブを放ち、強すぎ。さあこれに対してポーカーフェイスは少しラインを下げざるを得ません。ただ来るぞ、もう一回、さあボブが帰っていく瞬間を見て、ここはオービタルレース、そしてデッドエンドのエントリー。さあここはプラウド意識の持ち合って、うわーやばい、お熱い熱い熱い、そのワンピック、ここはヒレンがなんとかカバー切れ、バレッジを打っているチョイスパンを仕留めて、さあしかしここは、いやどうなるこれ、ヒルン、ヒルンが強い、ヒルンがめっちゃ頑張ってる。ボブトレードであれば取り切れます。いやプラウドもカルも、あ取り切りましたね。そうですね。さあここは拠点前というところでリスポーンが早いラブリーがどうにか取り切っていきます。さあただここを耐えたので A 拠点は取れた、いいよいい勝負になってるよ。ラズリ側に1ポイントが入りました、ナイス耐え。さあこの B さえ取れればまだゲームは続けられる、そういった予想ではあります。さあ逆に言うとこの B を落とすとかなり苦しい。さあラズリとしてはこの B 拠点をどう完成していくか、対するトーカーフェイスもアルティメットは現状ない中、さあレオンとフィックス、ここはバックラインレオン、ネイビス、さあネイビスも攻撃のようにカルドしてみて、しかしジャスミン・プラウドが切り崩しています。左手で今 一瞬で相手の心臓を抜いた。ここ戦ではありますがポーカーフェイス、これはもう限界を迎えたか、プラウドが囲めてましたね、はい、サポートラインを切り崩しポジションの優位性も形成し、さあラズリーがこの B 拠点も間もなく取り切る、そういった状況です。さあこれ取れたのは大きいですよ。そうですね、ここでかいね、でも戦えてるぞラズリー、あるあるある、クラッシュはもつれがちです。さらにラズリー3つのビッグアルティメントも溜まっていきますね、テラスターズ、オビタルレイ、そしてボブ。さあ対するポーカーフェイスも間もなくアルティメットが上がってくる時間帯です。さあまずはアルティメット運用、レオナプテリクス、テラスターズ、うわー気になるのダメージが、そしてやばいの来てる、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 デラサージ打ち終わり際のレオの、やばいの来てる、あなたのチョイスパン切る、あさあテラサージとオビタルレイ使っていたのはラズリ側だったんですけども、対するポーカーフェイスはノーアルティメット、ダメージを上がっていたのはポーカーフェイス、ノーアルティメットで、しかも次ラストウェーブになるの、これやりましたね、もぎ取っていった、これ5つのアルティメット耐えないと勝てないのこれラズリ、苦しすぎ、頼むなんか奇跡起こせ、絶対絶命ラズリ、ヒールのラリーで5人倒せ、しかも現状ラストファイトで5冠のエグい、これバレッジデッドアイ、なんだっけ、あのテラサージ、オビタルレイ、ラリー全部来る、巡る攻防、まずはプラロデッドアイ、うわ怖い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 、危ない、これはいなしたが、いやきつすぎるな、でもレオンそれ激アツ、これはボブで返していきます。ただ相手のローテーション、そのワンピックマジ熱い、しっかりラズリがもうローテーションできてますね、できてますが、ただ
きついか。均衡が崩れたか。シンプルプラウド。でもいい粘り。レオン？あ、じゃなかった。ジャスミンだったこれ。まずい。ラブリのバックラインが完全に崩壊している中、どこまで時間稼げるか。レオンの。ここはフォーカスが入った。最後はトーピードでレオンを仕留めて。ダメージがラリー。さあ最後の拠点この B を切る。ラリーが上がらない。難しいか。あと4分の1。最後はプラウドダブルキルで勝利のラサージ。いやもう次次次。さすがの5アルティメット。さあラズリーハートの後押しを一心で。ゲンジ。ヒデン半蔵を擦るね。なんかヒデン途中から様子おかしくなったよね。途中からなんかジャンクバスティオンとか今も半蔵とかシーズン途中からした様子が。ポーカーフェイスではありますが。まあ、変わらず半蔵でまずは行きますね。最近仕掛けてきた一気の仕掛けベロスレアに対して、うわ強っ。少しフロントラインのレオのフェニックス、あれ本当だ。サックメがジュノヒールリソースが間に合わなかったか。ファーストピックはポーカーフェイス重ねてカル。なんだこれは。飛び込むタイミングをかかってましたね。さらに阻害も入ってたので少しレオのフェニックスとしてはサックメジュノじゃんありませんでした。ジュノメフォーカスでラズリのフロントラインを完全に切り崩してみせましたポーカーフェイス。まずジュノメさんこれ今回第1拠点クリア。さあここでヒドゥンはミドメーカー。そうですね、なんかこのピックも懐かしいですね。ミッドターンは、まあ、ラズリなんかマジで毎回意味わかんないことしてくる。まあ、一旦止めさえすればね、このウィドウメーカーネイビスが D ペースだったりサクメと周囲交換したりヒーローではあります。ラズリはどうなってるんだ。しかしプラウド。まずはウィドウメーカーの意地とプライド一心に乗せてシンプルワンピックもぎ取っていきました。プラウド。やはりこのプラウドプロ一族のチェセファンドスキャンプレイヤー並大抵ではありません。さあさらにこれラズリは作名ジュノですか。おっとここでスイッチですか。これは意外な選択と言っていいでしょう。そうですね、はいはい。周囲が穴になり作目がジュノ。これはこれまで見せてこなかったラズリの作戦か。さあここのさあ奇策がどう出るかラズリ。さあポーカーフェス走行している間にもズンズンとカートンを推し進め、さあベロスリア。まずはテラサジ。いやシンプルな立ち位置や やらしいな。そこ高架下をくくるためにヒドゥン1枚運用していく。作名ヒドゥンがここは1枚抜いてみせました。重ねての作名。さあここは一旦ポーカーフェースもラインを下げざるを得ません。さあここを1回止めればね、からスノーボール。さあ意外な、まあ、ピックチェンジフック警戒してるな。現状ラズリーが一旦はね流れを食い止める展開。うわうまっ。プラウドピークマジか。スナイプ一戦。ここはウィドウメーカー同士のプラウド。ちょっと待ってください。これやばい。プラウドがピラウドがプラウド劇場が始まっている。この光景いや今夜でもね幾度となく目にしてきましたからね。無限に見てきました。始まったプラウド破壊コース。再放送に次ぐ再放送、夕方のドラマかって言わんばかりの。さあ繰り返し繰り広げられてきた反撃であります。さあプラウドが一気に景色を塗り替えてポーカーフェイスセカンドクリア。惜しい。さあここネイビスもヘッドショット当てていましたが、ここはカバー入りましたね。ヒドゥンやり返す。さあここはやり返しましたね。さあウィドウメーカー同士のプライドマッチはまだまだ継続です。プラウドがやればヒドゥンがやり返す。さあ上からのチョイスマン、うま。そして後ろからはヒドゥンが2連打を利かしています。さあ少し見えそうで見えない、ちょっと見える。さあまずはオープンレーン、お互いのアルティメットを交換していきます。さあどうにかネイビスワンピックも持ってきて、スローラインですね。重ねてのナノ龍拳チョイスマン。さあこのナノ龍拳ヒドゥン、ヒドゥン2枚抜きしてる中のチョイスマンをヘッドショット一戦貫いていきました。ヒドゥンうまいな。これはラズリーからしても欲しかったわけ。やり合えてるな。頼れる男ヒドゥンが
チームの窮地を救いました。いや、お互いのちょっとウィドウメーカープライドバトル始まってますね。あまりにもお互いのウィドウメーカーがゲームを動かしているか。さあヒドゥンが景色を変え、ソンブラ出てるもん。もうプライドが2回か。いや、ソガイ、いや、ベロスレア、ソガイの仕掛け、プライド、いや、ベロスレア選手でした。ベロスレアの仕掛け、うわ、これは逃げれんか。重ねてのチョイスファン。ただ首位、なんとか首位がカバーキルをもぎ取ってはいるものの、いや、ソガイが状況的にはラズリ苦しいか。さあ戻ればこれ、いや、オリーサ当てるな。インフラサイト曲がってくる。さあ時間帯的に最後の直線に入ってくる段階、インフラサイト、ラズリがまずはポーカーフェイスの情報を取得します。さあ上からプラド、さあ少しライフ状況苦しいのはポーカーフェイス。さあラズリ、いやー、ソガイリング入って一気の仕掛け、まずはヒルの仕留めて、いや、うまいなー。リクスカバーキル、さあブリザードを用いてのプラウドではありますが、プラウドそのネイビスを仕留めて、さあ重ねてのナノブースト、やばい、カルがオリーさんに強すぎあります。最後はインフラサイトを用いてのフィニッシュ、そしてラズリーもオリーさで応戦していきます。さあこれは少し面白い構えではありますが、さあ反応で一旦様子を見て、ヒルンはアッシュにヒーローピック変更してきました。おそらく、まあ、リスポーンから相手のね、ファラの弾幕も見えましたからね。さあそれでは最初の構成見ていきましょう。まずはこの豪華したここをどうくぐるかが攻め側のさらいです。さあチュースマン、ヒールリソースをもらいながら上から車線通していきます。いや、いやらしい車線をね、取ってますね、ずっとチョイスファンは。これを咎めなければ、少し攻めのきっかけがつかめないか。うわぁ、まずはチョイスファン。さあ、前後に、うまいなぁ、反復横跳び、躍動する姿を見せながら、まずは側面を仕留めていきます。うわぁ、囲み方うめぇ。さあ、このワンキルを皮切りに、まずはポーカーフェイス主導権を握っていきました。うまくね、ラズリーもサイドを流れ切れてたんですけども、うん、ちょっとそこに払う通行量あまりにも高すぎましたね。さあ、まあ、やっぱりこのチョイスファンのファラがね、あまりにも通行量をせしめていきます。うん、これはどうにかしなければいけない大きな課題を抱えて、ラズリーセカンドウェーブ。さあここでヒドゥンだけ上ですね、列車上を取るようなポジション取り。さあ囲んで、あ、上からやはりチョイスワン振ってきた。ここはプラウド、ダメージが大きく入ったネイビスを仕留め切って、人数状況有利、プラウド、いや、プラウド頭、ここはキャスティ行くね、詰める、うわ、強スピードブーストの風に乗って、さあプラウドそのものがなんかデッドアイ狙おうとしてない、リングデッドアイ行くんじゃないこれ。からこれ入るんで、デッドアイ狙ってそうですね。狙ってそうですね。なんとリングデッドアイ来るぞ。アルティメット。さらにハイパーリング付き。いや、ここでもチョイスは。積み上がったピックによって。いや、普通に詰める。有利がなかなか覆りません。なんとかヒル。さあこのチョイスを押し止めて、人数状況を5分以上に持ち込んでいきます。さあこの瞬間的に人数状況有利。この状況を生かさない手はありません。オビタロレ、そしてブリザード、どうなってる、応戦してはいく、ナイスなの。そしてオクラスーン、ナノブースト。さあしかしブロース、ブラウ、そしてベロスリア、セラサージを差し切っている。さあここでもラズリは攻めきれないか。いやウルトは3つ切ってポーカーフェイス2つなんだ。なんで2つで抑えれる、ね、瞬間的な人数状況5対4、しかも人数不利だったよねポーカーフェイス。人数不利でウルトを少なく使って勝つのなんで。さあ残り時間1分。さあ間もなく厳しい時間帯となってきた。1分を切ってあと2ウェーブでしょうか。さあ上からバレッジになってる、狙ってますね、ジャスティス。ここはバレッジ差し切った。たまらずヒルもボブを展開して対応していきますが、チョイスファンナノブーストもらってボブヒット。おお、さあここはレオンのプテクス、槍を差し切った。さあこの槍で流れが変わったか、槍ここもデッドアイ止める、さあデッドアイ、いいよ、レオンキャリー入ってる、ラードリー見せてくれキャリーのチャンス、これを生かしきれるか。ベロスレアには阻害を入れて、さあかなり、さあ押している展開ですね。
さあポイント内に干渉していくヒデン、3分の1を取り切った。しかしここからオービタルレイ乗りていく。やばいか。さあこれを返す手はもうラズリーにはありません。いやー、どんまいだな。いや、かなりテイク成功で、これにてフィニッシュ。ピッツァ。いや、時間の使い方、耐え方がうまかったですよね。今、ベロスレイも阻害をもらって、かなり体力削られたんですけども、まあ、列車の中に入って、ダメージを抑えつつ、そしてジュノのアルティメットまで耐え切りましたね、つなげましたね。